ねえキリト。ああ、なんだ。オリジンに四季って存在すると思う？四季か、どうだろうな。天気はバラバラだけど現実に沿った気候もたまにあるし、何か気になることでもあるのか？ええ、なんだか寒く感じるから冬に近づいているのかもって思ったの。そうか、俺は別に寒くないけど。うん、寒い、絶対に寒いわよ。それじゃあ温かい飲み物でも飲みに行くか？ダメよ、ベッドから離れたら余計に寒くなるでしょ。そう言われると。何か俺にできることはあるか？そのちょっとだけそっちに寄ってもいい？え、まあいいけど。ありがとう。暖かくなったか？ええ、少しはマシになったわ。そっか。一体どうしたんだシノ、なんか変だぞ。変って何が？こんなこと普段のシノなら。言ったでしょ、寒いだけ、それ以外大はないわよ。今日のあんたは私の湯たんぽ、わかった？はい。ねえキリト、ガードの固い女ってどう思う？え、そりゃなかなか倒されないってことだからいいプレイヤーだろ？そうじゃないわよ。どういうことだ？だから軽々しく男と、そのそういうことをしない女はどう思うってこと。あ、もちろんゲーム内での話よ。ほらオリジンでも倫理コードの解除とかできるから。もちろんいいと思うよ。自分を大切にしてるってことだしな。そう。あんたはさ、そういう女はどう思うのよ？どうって、つまり男の人はさ、やっぱりお付き合いしたらそういうことを考えるでしょ。それに答えられない女の人もいるかもしれないじゃない。もちろんゲーム内で。そうか。でもキリト、何笑ってるの？いや、あまりにもバカバカしくてさ。そんなの全然関係ないよ。関係ないってどういうことよ？やっぱりお互いの気持ちが通じ合っていることが一番大事だと俺は思う。女の人を大切に考えるってそういうことじゃないかな。そう。嫌うどころかもっと好きになっちゃうじゃない。好きって？何も言ってないわよ。まったく湯たんぽの効果は抜群ね。